なんか こんばんは。パジャマ、パジャマじゃないです、ポロシャツです。普通に、あ、おじいちゃんの久しぶりに登場しました。パジャマって何？こんばんは。なんかテカテカしてる、夏だから。つのさん、バラありがとう。やし、さ、結婚して。いや、ちょっと結婚はそうですね、まあ、ちょっと次 D に会いに来てくれた時に考えようかな。タラさん、かわいい、ありがとう。リパーさん、実際ありがとう。トモクさん、大気ありがとう。クマネフォーさん、大気たくさんありがとう。ウィルマス元気さん、大気ありがとう。マー君、大気ありがとう。マー君、結婚してちょっと結婚はそうですねうーん、できないかな顔がすごいテカテカしてるのも気になる。すごい。そう、今日はリリーベもあったよね。行ったこと、どうでした？ひらべさん、今週末よろしくの初リーチで感謝の自己紹介ありがとう。そう、幕張目待ってますよ皆さんそう、もう受付終わっちゃってるんやけどね。当日きっと当日券とか出るんかな、きっとあると思うから、会いに来てくれたら嬉しいです。多分幕張の直接お話し会で、あの直接会えるお話し会が最後になると思うから、来週別れて相談ですね。はい、ちょっとそこで相談ですね、会議たい焼きは頭から、でも割と頭から食べちゃいますって言えば。片の人さん、昨日配信で見れませんでした、お知らせのみたいな。あー、本当にごめんね。ちょっと残りの時間一緒にね、過ごそうね、たくさん。昨日のリア中、リア中も何か発表したんすか？分かんなかった。やばい、ごめん、本当に。でもなんかリエ、幕張は6月22日ですね、幕張メッセで直接お話し会で、あの新制服でツーショットもお話し会もやるらしいです。大好きな人をやってて泣いてしまって、ちょっと待って、そのポスト見たよ、ディエ。そう、今日そのポストだってツイートしてたでしょ、ハッシュタグ藤井理恵で見ましたよそれ、もう
くださいなんかリモートでして続けていいよ。やばい。いや、それができるのであればね。そんなことができるのであれば。って感じだけどね。泉さん、私は25日の僕隊で最後だと思うけど、しっかり見に焼き付けて、ありがとう僕隊、嬉しい僕隊ね、見に来てね、6月なんか、そうできれば7月の僕隊で最後にしたいなってリエは思ってるんだけど、そう7月がまだ僕隊できるかもわからないみたいな、スケジュールもわからんし、そう、そもそもやるのかやらないのかもわからないっていう状態らしくって、そうだからそこがね、そうどうにかがわからんから、そう自分も舞台最後あ7月あってほしいなっていう感じなの。そうだからみんなも舞台があったらいいなって願っといて。そうそう、リエも舞台を最後にしたいですとは話してるんだけど、7月にできるんかが分からんのよね。まあもう今はさ、もう人数研究生だけじゃさ、人数がもう回せない状態だからさ、でも最後に爆体あったらいいなという感じです。なぜラザーナで大好きな人で泣いてた。本当に大好きな人で。いやね、わかるよ。 DM なんか瀬戸内ツアーの時に、研究生の瀬戸内ツアーの時に大好きな人をそこで初めてやったんですけど、それでなんか歌詞の意味について考えようみたいなことをやったんだよね。 DM もその時なんかちょっとうるうるしながら考えてました。7月にあるならハッテでも行けるってわけじゃん。ありがとう、もう本当に7月あったらぜひハッテでも来てください。ねえ、でも本当にもうみんなからも願っててほしいです。私もお願いはしてるんだけど、まだどうなるかわからないから、 STU 運営さんへ爆弾やってくださいという感じですね。ねえ、今日父の日だね。今日父の日でしょ。みんな何したの？みんな父だ、父側だったりするの。あります元気さま、帰り仕事でいきなりやる広島アリエッチね、最後まで楽しみ。ああ、ありがとう本当に。僕隊は来れるんかな。ゆうにゃん悲しいスティーちゃんの生写真とともに修学旅行、修学旅行か、いいな、青春だ、楽しんできてね。ゆうにゃん楽しそう、いいな、修学旅行。あちゃむくさん、今回のアラバゲディーチの話から全力で参加しようと思ったのに、あーごめんね、会える時に会いに来てくれたら嬉しいよ。ジェイ中村さん、たいやきありがとう、リカムトさん、たいやきたくさんありがとう、たんたくたんさん、ハートありがとう、みさみさん、ハートありがとう。父側の方もきっといるよね。なんか父の日いいことありましたか？7
7月7日のオンラインは、あ、大丈夫です。7月の7日のオンラインはちゃんと皆さんとお話できます。視聴者対しても僕たちとか人が足りないときは埼玉から1日吹きってことで書いておいて、え、それね、誰かも言ってたんだよね。なんかその仲いい子にはちょっと早めにね、その話は伝えてたんだけど、そう、そしたらさ、それ誰だっけ、でもなんか本当にね、誰だっけ、本当に忘れちゃった。ユーナンかな、え、誰だ、ユーナンかな、あ、多分ユーナン、そう、なんかユーナンかそう、その時だけ、そう、ユーナンがその時だけね、舞台来てよって言ってた同じこと言ってた、ユーナンとびっくり。そう、今びっくりしちゃったいや、でもあの僕たちの MC の時はちょっと、いや、バチバチしてるわけじゃないけどね、だけど、あのプライベートで、プライベート普段言うなんて話してる時はもう仲良しなのでありがとう。そして7月7日はちゃんとおります。そう、ちゃんと全然仲良しだとリアは思ってるユーナンがそう思ってくれてるか分からんけど、リア仲良しだと思ってる。7月7日の話から申し込みしたよ、多分途中泣くだけ、泣かないで、本当に泣かないで、もう泣いちゃったらリエも泣いちゃうえ、ビンゴの神さん初見マークついてるんやけど初見マークついてるよ、なんで、初見さんですか メールたくさん、そうね、メールもね、返信ちょっとメールショールームする前にさ、メール送りたかったんやけどさ、マンコに、マンコがすごい遊んで遊んでアピールすごくって、メール送れんかったよ。てかくしゃみでそうなんだけど、
ユタリアツの MV かんない。ユタリアツの MV ってユタリアツの MV わかんないよ、どうなってるのあれって。私本当にわかんないわかんないからみんなが聞いて熊野坊さん、自分は最終日まで今まで通り行きます。本当にありがたいです、嬉しい、ありがとう熊野坊さん。そうね、ちょっとなんかあのそんなにもうあと1週間とかあと3日でやめちゃいますってわけじゃないから、そう、それまで楽しい話をしようね。そう、昨日ねメールには送ったんやけど、そうもうねお話し会、このファーストアルバムのお話し会のスケジュールが発表されてる時にはもう自分の中ではもうこの活動自体しようっていうのは考えてたから、そう話し会の日程が発表されてるんだけど、その幕張とか6月7月分ぐらいのしか宣伝できないっていう感じで、そもそもなんか宣伝もしていいのかもちょっと複雑な気持ちだったから、そう多分さお話し会の宣伝プロフィールに書きなよとかいろいろ言ってくれたファンの人いたと思うんだけど、そうでもそうでも自分がその考えを持ってることも言えないから、そうちょっとねみんなには迷惑かけてしまったかなと。そこはねえ MV ねえ出れたら嬉しいよ本当に。でもどうなんだろうかビンゴの神様、帰り行けてなかったけど緊急事態につき行くことにしていろいろ話、ありがとう本当に、いっぱい話しようね、いっぱい話しよう本当に、お話ししましょうねみんなが知らないことはメンバーも知らないのが必要である。あ、そうなんや。でも本当に MV は私何にも分かんないかな。MV も僕隊、7月の僕隊もまだ何も分かんないです、私は。しみさらさん、しみさらさんは、あ、じゃあそれはちょっと秘密にしとこうかな。ピンクのクマさん、たい焼きありがとう。そうでも本当もうすぐ広島に戻ります。僕隊も近いのでそろそろ広島に戻って6月25日の僕隊に備えますそのくさん、リエチどういうことやって愛してるよ本当にもう次の三期生の推しは誰にしようとか考えてるんじゃないですか田中さん結婚してたくさんありがとう。ちょっと結婚してはそうですね、あ次会った時に考えようかな
チーさん、アルバムがテリエチの生写真ゲットして、本当にありがとう、嬉しい。でもあのアルバムの生写真、今までの生写真の中で一番好きぐらい好き。泉さん、僕大リーチに言われてた黒髪で行こうと思ってたけど、最後かもしれないし金髪で行こうかなって言われて、それギエル決めるんか、ちょっとでも確かにこうファンの方が客席にいて目立つのはさ金髪だよね。金髪でも黒髪も見てみたいけど、でも金髪だったら入った瞬間、入ってすぐステージだってすぐ気づける気がする。どなたさ、サンキューリーチ楽しいなんて他が考えられない状況だって、もうでもそんなこと言ってみんな言って、もう冬とか秋とかな、秋冬だったらもう、いやもっと早いかも。もう9月とかになったらもうまるまるちゃんしか勝たんってやってるかもよ。レッスン頑張ります。リーチはたい焼きやカスタード、カスタードだよ。そう、あんこあんまり食べんからね。深山さん、昨日は結構ずんとしてて今もしてるけど最後の、ね、ありがとう、本当に嬉しい。そうやって言ってくれるのが一番嬉しいよ。ビンゴさん、次の爆弾には例の T シャツ着てるかも、涙でステージが見ながら。で、本当に泣いてるか確認するからね。それで泣いてなかったらどうするの。あの T シャツね、びっくりした。着てきてね、あれね。泉さん、頑張って迷いまくりますって。迷って迷って。本当に、でもなんか確かにハイトーンはね、見つけやすいな、見てそう。でもDAのペンライトとかうちは持ってくれたら、それだけでもうすぐ見つけられるけど。でもなんか泉さんの黒と金を想像したら、やっぱ金の方が好きかもっていう今の気持ち。あ、それリーチが卒業したらほぼ高いするよって、ほぼってなんやねん。ほぼって何。高いするよって言ったくせにほぼなのね。佐野くさん、今は次の推しなんか考えられないよリーチだって。本当に、なんかちょっとそれ、その言葉はちょっと信用できないですね。ちょっとね。フィングさん、あの T シャツプレゼントで送ってレッスンで着てもらうのが夢だった。いや、リエがね、まあ今後何年も続けてたとしても、それであの T シャツをプレゼントでいただいたとしても、多分レッスンできることはないと思いますね。多分リエが実家に送ってママのパジャマになる未来が見える。とみちさん、リエチがおすすめする刀先を教えてください。自分で言ってて悲しい。え、おすすめしない。誰もリエおすすめしない。でもおすすめしないよ。 TK さん、スペイビ投げようかなと思ってた。本当に嘘。もうリエに、いやいや、リエのとこに来てくれるかななんて思ってなかったよ。ボーリング下手くそだから。
そうね、でもなんかそうね、なんかそうだね、リエがまだ STU にいるうちにさ新しい、うん、まあでも分かるよ、新しい推しをね探さんといけんのは分かるけど、なんかちょっとそのポストを見ちゃうのはね寂しいから見れないようにしてね見えん、リエの見えないとこでこそこそ探しておいてそう、リエ本当になんか多分自分今までこんなね、リエ自分のこと嫉妬深いとか思ったことないんだけど、でも本当になんかファンの人が自分のね、自分のファンの人がさ他の3期をさ押そうとするじゃん、この子最近いいかもみたいなさ、そういうのさ見ると本当になんかもうその人のことね、もうその人のポストはねミュートしたくなっちゃうぐらい、そう本当にもう嫌だからそうだからもう見えんとこでやってねってっていうそうよ本当にそうなんか今後と、そうなんかね、ショールームではね、ショールームでそう理由とか今後について言わなくてもいいかなって思ってたんだけど、でもいろいろ昨日いろんなポスト見てて、そうなんかめっちゃなんか勘違いされちゃってることが結構多かったから、だから迷ってるんだよね、なんか自分的には言わないつもり、お話し会で個人的に聞かれたら答えればいいかなっていうくらいだったんだけど、そうでもやらかしちゃったんじゃないかとか、バズレの企画がどうだったからとかみたいの多かったから、そう、まあ悩んでるというか、いやなんか聞く気もない聞く気もないってそっか、じゃあそうですね、じゃあこういうショールームでは言わんようにしますね。でも普通に全然円満だからそこは安心してくださいさ、25日のブクタイ申し込みました、ごめん今まで行けたくて、なんだ謝んないでありがとう25日ね、
そう7月、そうまだ作題できるか分からんからね。そうなのよね。でもそこが怖いよね。なんかもうリエもさ、昨日もね聞いたんだけど、そうまだね7月に予定送ったら分からんって言われちゃって、そう昨日の時点でまだ分からんって状態だったから、もう本当にいつ知らせるのか分かんなくってさ。そうね、とりあえず6月25日はね送ったら出るので待ってますリーチが元気にコンコン生きてくれればそれでいいです。いや超元気に生きてくよ本当に。もう今よりも元気に生きていくかも分かんない。でも本当に元気に、全然元気に生きてきますよ。知らなくても新しい目標に向かうリーチを応援できるし、ありがとうそうね、ちょっとリエも新しいというかやりたいことが見つかったのでそう、本当はもうこの活動自体の報告をするのも来週次の週の予定だったんだけど、そうでも早く言わないと、みんなのちょっとでも早く言わないとみんなの心の準備というか、そう僕隊とかもそうだし、話し会とかだったり、そう急に行っても来れない人の方が多いと思うから、そう少しでも、その決まってるのであれば少しでもね早く伝えたいなと思ってお願いして、そう昨日発表させてもらったから、トミさん自分的には毎日何も話を漏らしたくないくらい全部知りたいと思ってて、それが訪問回数401回の理由です。だってなんかちょっと嬉しいんだけど本当になんかリエのことめっちゃ好きじゃんなんかちょっと嬉しいです。じゃあ照れちゃいますねでも3年後とかでもいいや、ほんと3年後も、3年後になったら心の準備できるん ルパンさん、たまりの前の広場あたりで僕の太陽光、やば、もう超リエに近い、リエのお家に近い僕の太陽公園ですね、それは泉さんとても楽しいの、新作とうちはたくさん振る、ありがとう本当に。そうペンライトねめっちゃギリギリ。竹山さん大焼きありがとう。ヤシギさんかわいいありがとう。聞きに行くよ幕張、いいよ全然答えます。理由は理由？今後が聞きたい、どっちなんだろう、分からんけど そうでも6月25日さ、ガスミンのさ最後の舞台じゃん。なんかでカスミンのこと大好きだからさ、本当になんか泣いちゃいそうそうカスミンのこと本当に大好きなんだよね。なんでか分からんけどなんか好きなんだよね。とかが好きって言われたら顔と
って感じだけど、でも本当に団長が落ち込んで病気になってました。え、本当に？でもヒーター、昨日リエが、ヒーターも先に知ってたんですけど、リエが活動辞退するって話しててて、で昨日ショールームで発表して、その後にヒーターから来て、リエチ発表お疲れお疲れ、何してたっけ、なんかちょっと待ってね、ヒーター何て言ってたっけ昨日。リエチ発表お疲れ、悲しいさってきたんよ。悲しいさってさ、本当に悲しんでるなんて。そう、ヒーター悲しいさって悲しいさ、リエも今度から使おうかな。悲しいさ、みんな悲しいさ。そう、悲しいさ、なんか可愛いからいいんだけど。悲しいさできたの、可愛いというか面白い。うん。そう、ヒーターは悲しいさらしい。悲しいからさ。ね、悲しいさってヒーターが。スタンプ来てないよ、悲しいさ。チャモクさんのダイバリリーチのパフォーマンス見れたのでよかった。あー、お台場楽しかったね。お台場ライブ、お台場のライブ、2ケースめっちゃ楽しかった。本当に曲数もたくさんあったじゃないですか、1部2部たくさんあって、曲いろんな曲できて楽しかった。お台場のライブ、何の曲が一番好きだった？リエ何が一番好きだったかな、ライブのセトリの中で。うん、でもくるくるかき氷リエ楽しかったんだよね。東京各駅乗り換えちゃってそうね、君好きもの楽しかったよ。でも多分初めて、多分じゃないね、野外でそう踊るっていうのが初めてだったから、もうちょっと、しかも天気的にもさ、まだめっちゃそこまで暑いわけじゃなかったし、でも寒いわけでもなかったから、そう、ちょうどよかった、めっちゃよかった、楽しかった。お台場、あ、ペダルよかったね、ペダル DK さんめっちゃ飛び跳ねてた。君好き、あ、リエチセンターありがとう。本当に多分リエが、多分じゃないね、初めてそうね、真ん中で踊ったね。
しみさらさん、そうね、しみさらさん遊ぼうって話してるんですけどなかなかね予定がね決まらないのよ。ね、ちょうど天気だって、しかも新制服初お披露目だって。 X のアイコン、え、 X のアイコンってさ、新しい足に変えた方がいいの？もしかして私前のさアーシャのさまんまなんだけど、でも変えたいな、新しいのに。なんか前のやつブサイクだから変えたいでも言うて新しいアーシャもなんかあんまり可愛くないけどなんかアーシャの顔がさ本当に自分の顔だって信じたくないんだけどさ、信じなくていい本当にあれ、私あんな顔なの？いや自分の顔ってさ分からんじゃん、自分で見た感じとさ。次が鏡で見てもあんなアーシャの顔はしてないんだけど、してないんだけどみんなから見たらあんな顔なんかなって思ったら本当にちょっと悲しくなって、悲しいさです本当に本当に悲しいよ。の時のね、千秋楽のペダルが YouTube に上がってるじゃないですかそれでなんだっけ、最後のさみんなでさギター弾いてるところあるじゃないですか、最後っていうか落ちサビの前のあのみんながギター弾いてるとこあるんだけど、ギター弾いてからこう煽るのね、けどカスミンがそれちょうどカメラに抜かれててみんなまだギター弾いてんのねただみんな、ただみんなギター弾いてんのにカスミン一人だけこうやって煽ってて、で途中からユイニャンも、それカスミンの隣がユイニャンなんだけど、ユイニャンもカスミンに釣られて途中で煽り始めちゃっててそう、そのペダルのそこのシーンが本当にめっちゃ好きで、もう 何回見直しただろうって、本当にめっちゃ見直したの。だからみんなも本当に見てほしい最初はイチゴが教えてくれました、このカスミマジでカエル科なんだよねって言ってイチゴが教えてくれて、みんなでいっぱい見ました。大将さん、生リーチはもっともっと可愛い、本当にちょっとそう信じてるよ、そうであってほしい、お願いだから。X の足は事務所があるんじゃないの？え、そうなのかな？でも確かに最初のやつは、あ、でも最初のやつは勝手に設定されてたね、アーシャは。どうなんだろう、自分で変えていいんかね。レジカスミンツボ、めっちゃツボ、てかカスミンみんなツボだと思うこれから埼玉にいることになるのかな、私今関東人みたいなとこですれ違うかもそうね、埼玉に戻るね、今後は。一年で垢抜けた、本当に垢抜けた、嬉しい。なんかでも確かに入った時はめっちゃなんか芋って感じだよね今見たらね結構顔違うなって思いました、入った時の写真 見比べると結構顔違うと思った。いや、加工はね、加工は勝手にしないけど、新しいのに変えたいなと思うよ。
そう、幼い、幼い、うん、幼い、まあ確かに幼いんかね、幼いのかもしれない。埼玉でお待ちして、お待ちしてますって、ちょっとお待ちしててください。埼玉の人口は733万人、そんなにいるの、めっちゃ多いね。え、広島、広島は広いもんね。広島の方はどれくらいいるんだろうか。でも広島もたくさん人いるなって思ったけど、でも本当にね、なんかもうすっごいね、もうプールでも海でもいいから、本当にプールか海に行きたくって、もうで前も話したんだけど、もう中学2年生からもうプールに行ってないので、海にも入ってないし、だからもう本当に行きたくって、そうだからガスミンたちとね行こうねって話してるんやけど、そうだから絶対広島プール行きたい、広島の海にも行きたい。リーチが港区女子になるのは間違いからせない。リエが港区女子、想像できる、逆にリエが港区女子になっての想像できる。響きは水着持ってて、でも、え、本当に嘘、嘘、水着ないって聞いたけど、そうだから水着買おうねって話したんよ、リエで、カスミンに買っておいてって言われたんね。弟子が江ノ島に、江ノ島ね、よく行きました。なんか毎回江ノ島行ってるから、小中高いつも江ノ島毎回どっかで行ってる気がするんだけど。昨日の配信で水着あるって言って、ちょっとなんかどんな話してんの、そんな話してたんだ、水着あるかないかみたいな、そんな話おもろいんだけど、そんな話してたんや。そうじゃあ誰かカスミンに水着あるか確認してて、レジ中二の水着残ってないの、残ってるよ、でも中二の水着なんか着れないでしょ。なんで海でバーベキューとかしたいもん。確認しますだって。そう、なんかね、前ヒータン家にさ、ヒータン家に行った時さ、ちょっとヒータン家にさ、水着が置いてあったよね、ポンって。ちょっと待っててね。ただいま、ただいま。確かに
スクール水着。え、で、中学校さ、プールなかったんよね。そう。中学校プールなかったから、小学生までしかさ、学校でプール入ってないんだよね。ただいま。水着、着てくるわけないやん。これで着替えてきたらもうやばいから、本当に。もう違う意味で、もう。活動自体ですね、それは。高校まであったよ。え、本当に？高校まで？すごい。高校までプールある、珍しくない？そんなことないんかな？では、中学もなかった。プール。中3は普通にコロナだからプールなくなったし、中1中にもプールなかった。中1中には普通にプールない学校だったから、じゃあみんなスクール水着着させて海行こうかな、海プールか。もうあえてもう可愛い水着なんか買わんで、みんなスクール水着で海行けばいいんじゃない、海じゃないプールか。水泳ね、いや泳げるのいいよね。泳げないんだよね、リエ。泳げないんだ、本当に。浮き輪ないとダメ、溺れちゃう。え、そう、なんか本当にね、めっちゃリエが小学生の頃なんだけど、なんか流れるプールでさ、なんかボートみたいなやつあるじゃないですか。それでリエボートの泳いでたら、なんか流れが速くなるとこあるじゃん。で、その流れが速くなるとこで、そのボートの下に入っちゃって、で、そっから出れんくなっちゃって、ね、もう ボートの下に入っちゃったから出れなくなって、そう、それでお兄ちゃんに引っ張ってもらったから、そう、なんとか今生きてるんだけど、マジで本当その時にお兄ちゃんが気づかなかったら、もう本当に死んでた、絶対。もう息続かんってなったもん。あ、マイキューさん、すき水の人見たよ、もう見ました、マイキューさんのオフショスクール見すぎだった。でもじゃあ逆にさ、でリエとかさ、カスミン、ヒーちゃん、ヒーちゃんとかさ、スクール水着着ててもさ、もう顔がさ大人すぎるからさ、もうコスプレイヤーみたいになっちゃう。埼玉県民泳げない、あ、そうなの、海がないからかな、意味がないから泳げんのかね。リエちゃん、お兄ちゃんいますね。リエは三人兄弟の真ん中です。お兄ちゃんとリエと妹なんですよ。三人兄弟、はい、今日はね、ちょっとメール送りたいんだよね。メール送りたい、寝る前に3つメール送りたいから、今何分だろう、
あ、もう45分じゃん。じゃあちょっとそろそろね、今日配信をね終わりにしようと思います。あとでお休みメール送ります、急いで。よし、じゃあ男女見まーす。それでは13位中戸田さんありがとう、12位マクさんありがとう、11位ジェン中村さんありがとう、10位大城さんありがとう、9位ピンク中村さんありがとう、8位おいでます元気さんありがとう、7位トウモロコシさんありがとう、6位くまるパパさんありがとう、5位深山さんありがとう、4位ヤシヤキさんありがとう、で3位高山さんありがとう、2位さなこさんありがとう、そして1位はルパンさんでした、ありがとうありがとうございました、ありがとう、じゃあまたね、おやすみ、後でメール送ります、おやすみなさーい。